三部城は栃木県下津賀郡三部町にあった日本の城。江戸時代にはケヤ国津ツ郡、三部藩の藩長が置かれた。1462年に三部市の子祖三部種行がこの城より北西にある上落寺の西側、柵の内と呼ばれる場所に館を建てる。俗に三部古城という文明年間に三部市第二代当主、三部綱重によって築かれたとされる。 1590年小田原征伐で、三節が滅んだ後は、上司は目まぐるしく入れ替わった。1590年から1600年に、結城秀康。1600年から1634年に、ひねの義明が1万国。1634年から1639年に、安倍忠明が2万5千国。1639年から1692年に、 三浦正次。1692年から1695年に松平明帝。1695年から1712年に加藤明秀。1712年に鳥井忠秀が三万国で封じられた後、明治維新まで鳥井氏八代の巨城として用いられた。1868年の母親戦争では官軍に、月、旧幕府軍によって落城した。 宇都宮城攻略の拠点となった。1871年の廃藩地県後、城の建物は取り壊され、堀や土塁の多くも破壊された。城郭には天守や矢倉は建てられず、比較的簡素な造りであった。本丸には御殿があり、江戸初期には将軍の日光社山の宿舎となった。本丸の他の角としては、二の丸、東角、下台角。 少年自覚があり、これらの核は土塁と堀で囲まれていた。大手は当初、南に面していたが、松平氏の時に日光街道三部通りに面した東側に移した。現在本丸は城址公園となり、土塁、堀が現存している。その他は資料館、図書館他の公共施設や神社境内などとなり、遺構の保存状態は良くないが、土塁の一部が数箇所残存している。 現存する建物としては、鹿沼市磯の民家及び、小山市の民家に、それぞれ縄文と言われるものが移築され現存している。また、二の丸門が王子とはわずかに位置をずらして復元されている。ありがとうございます。